ベルリン地下鉄5号線はベルリン地下鉄の路線である。本校ではベルリン地下鉄55号線についても記述する。2 2 4トルの路線を有し、駅数は26駅である。ベルリン中央駅とベルリン東部の平納駅を結ぶ。1930年12月21日、アレクサンダー広場駅フリードリヒスフェルデ駅間が開業。 第二次世界大戦後は、ベルリン地下鉄の路線のうち唯一全線が東側に、属した。ベルリンの壁建設後も東ドイツ政府によって、延伸工事が進められ、壁崩壊直前の1989年7月1日に、平能駅まで開通した。開通当時は、ルーイ・レヴィイコール・シュトラーセ駅及び、平能駅は、東ベルリン市街のフランクフルト県であったが、 1990年のドイツ再統一の際にベルリンに編入された。2009年8月8日にベルリン中央駅分でスターク駅、ブランデンブルクモン駅の3駅間 1.8km が独立した路線55号線として開業した。2020年12月4日、アレクサンダー広場駅ブランデンブルクモン駅間の開業で両路線が結ばれ、 インゴ全線が5号線として運行している。運賃は、ベルリン中央駅、フランクフルターレー駅間が、ゾーン A、マクダレーネンシュトラーセ駅兵の駅間が、ゾーン B である。平日は5から10分間隔、土休日は5から15分間隔での運行が、基本である。ありがとうございます。